はですね、ちょっとバランス感覚の方も少し一緒にやっていきたいと思います。はい、ではまずは右でも左でもいいです。片方の足を前に持ってきてください。はい、そしたら先日やったランジ覚えていますか？ランジ、同じ動きをちょっとやっていきましょう。手をまず腰にしていきましょう。まず5回ぐらいやっていきますね。はい、では膝を曲げて上体を下に下ろしていきます。1、2、3、4、5、とてもいい動きです。はい、足変えていきますね。まずは5回動かしていきます。前の膝軽く曲げておいてください。はい、1、2、3、4、5、とてもいいです。今日はですね、この動きに、膝を曲げた時にですね、肘まっすぐ伸ばして指先を軽く床の方にタッチ、そして戻ってきた時に手を腰というのをやっていきたいと思います。では早速やっていきましょう。10回いきますね。ゆっくりいきましょう。今日も頑張った自分に拍手しましょう。